消防上絵図、貧乏国福山城図福山市街の航空写真。青線の内側がおおむね城下町となっていた。1981年度国土交通省国土、地理銀地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成福山は、貧乏国不活群にあった福山城の城下町。現在の広島県福山市中心部。 元魔八年頃に作られ、明治六年に福山城が廃城されるまで、貧乏国の中心地として栄えた。福山はほとんどが田畑や湿地帯に福山城追記と並行して新規に建設された町である。町の大部分は、総構えと呼ばれる外角に囲まれ、身分ごとに居住区域が分けられていた。南側と西側は、 藩士の居住する侍屋敷が大半を占め、町屋は東側から南東にかけて集中していた。城下への入り口や北部の吉津川対岸など、戦術上重要な場所には、寺社地や足軽町が置かれる往生時に防備を保管する役割を持っていた。侍屋敷は面積では町屋の約3倍を占めるが、江戸時代を通じて構成に、 大きな変化はなく、他方、町屋は自死を免除して、積極的に移住者を募ったことなどから次第に範囲を拡大していき、追記初期に12町を数えた町は水の末期までに30町に増えたと言われる。明治時代になると、侍屋敷の多くは売却され農地などに転用されていったが、町屋の集中した浄下頭部は本通りを軸として、 福山市街の中心地となっていった。この街並みは昭和時代までよく残されていたが、福山大空襲によりほとんどが消失して昭和40年の区画整理により大きく姿を変えた。また、この時に町名も大幅に変更され、江戸時代からの伝統的な町名はほとんどで廃止された。今日、かろうじて城下町の風情を残すのは、 空襲を焼け残った城北東側に位置する吉町の周辺で、九条水道や城下町特有の鍵の手の道が残されている。南西から見た福山市街福山の誕生以前の様子については近年まで詳しいことは分かっていなかったが、平成14年に市内の大蔵寺にある釈迦如来像から古文書が発見されたことなどから大きく研究が進んだ。 かつては、山並みの迫る北部を除いた、大部分は、海が、間近に迫る足田川のデルタ地帯となっていて、大部分が、足などの広がる高流とした、湿地帯だと考えられていたが、実際には、平安時代末期頃には、福山城西側周辺から市内本城町にかけて、杉原田つと呼ばれ、岩清水、八幡宮の所領となっており、その中心地は地名などから、 現在の福山城周辺から木の章あたりに存在したと考えられていて一帯は白子村という地名も存在した。また近郊には足田川を挟んで同様に古い歴史を持つ草戸と呼ばれる村があり深い関係があったようである。鎌倉時代にはビンゴ国南部の国人である杉原氏が 杉原多元を支配し、詳細な場所は不明だが同一族の杉原信平、亀平兄弟により、ノーマン寺と呼ばれる寺が建てられたと言われ、福山城が建てられる丘陵の頂上付近には、同志により、常教寺が建てられた。また、正確な時期は不明だが、常教寺さんの北側で、現在の福山八幡宮から、 明星寺にかけての一帯にはかつて、英徳寺という寺が存在し広大な敷地を有していたが、福山城追記までに捨てれたと言われる。杉原氏の支配は、戦国時代まで続くが、安土桃山時代になると、貧乏国は、福島正則の所領となり、慶長六年の県地で、常教寺三世側の杉原田本は、の上村と解消された。 福島市の時代には、ビンゴ南部の中心地は、福山城から北東約 6km に位置する西国街道沿いの神戸となり、神戸城がビンゴ国の成長として整備された。海に対しては、福山城から南約 12km にある沼熊半島南端の友の裏が要所となっていた。現那5年、ビンゴ国を治めていた。 福島正則が改役され水野勝成が入宝すると、神奈部城に変わる新たな城が築かれることになり、不活群の上村の常京寺山一帯が選定された。新たな城の築城に並行し周囲は城下町が整備されることになり、ここに城下町、福山が誕生した。城下町の大部分は深海地であったこともあり、前述の通り以前は、 高領とした湿地帯を切り開いて形成されたと考えられていたが、平成19年の発掘調査で、城下南部の位置から稲作の痕跡が検出されるなど、近年は、ある程度開発が進んでいた可能性が高いと考えられるようになった。水器は、現な6年に足田川の流れを城の北側にある、吉川に分流しようとする工事が大水害により、 中断されるなど困難を極めたと言われ、福山城は築城開始から3年近くの歳月を、要した原画8年に完成した。築城に際して城地に含まれる常教寺は、近隣の吉村に移転され、城下西側となる、野上村は、城下南部の深海に移され、現在の、野上町となった。このため、旧野上村は、この上村と呼ばれた。なお、 近年まで、常教寺は、戦国時代には、廃れていたとされていたが、前述の大蔵寺の文書発見に伴う資料の再検証により、少なくとも、寛永16年までは、存在が確認されている。また、野上村についてもこれまで、寛存的な扱いであったが、これも、資料の不足などから、村の移転が見過ごされ、移転前と移転後の両者が混同されたことにより、 誤解されたもので、実際には古代からの歴史を持ち、慶長6年の時点で800国余りの生産工を持つ有力な村であった。このほか足田川を挟んだ上島周辺にあった上島市はお手テ門前に移され、神戸城下からは多くの寺社が移転させられるなど、周囲の様々な施設を再配置し都市機能が整備された。福山は、 追記初期には12町を数え、水の末期までに30町に増えたと言われる。最初期の町並みの様子は、資料がなくよくわかっていないが、追って御門前にあった町屋は火災を契機として、寛永18年に周囲の寺社とともに城下南東に移されたという。その後は、町割り自体に大きな変更が加えられることはなかったが、町域は町の発展とともに、 城下の外側へと拡大していった。水野家の断絶により、松平氏安倍氏と続くがこの時代になると、城下の規模は大きく変わらず、明治時代まで続いた。幕末の慶応4年には福山が、長州軍の攻撃を受けることになり、城下の手前まで侵入した長州軍は、城の北西にある、窓か寺寺寺に陣取り福山城の北側から、 大砲による攻撃を行い上北から進行し、小丸山や松山から城に銃撃を浴びせるが、本格的な攻撃が始まる前に、福山藩は教順を許されたため、福山は大きな被害を受けることを免れた。明治維新後は廃藩地県により、福山藩は福山県となり、それから数年の間に、県名や県域の変更を繰り返した。そして、 福山城は、明治6年の廃城令により、廃城とされ城下町としての福山もその役割を終えることになった。この後、福山町となった福山はしばらく衰退の時代を迎えるが、明治24年の山陽鉄道開通などにより、再び勢いを取り戻すことになる。かつての城下南端現在の中央図書館から、 南小学校にかけての一帯には広大な敷地を有する藩主の下屋敷が建てられていた。下屋敷は教法7年に火事で大部分の建物を消失し、その後はご茶屋が建てられ休憩所として使われていたようである。嘉永7年に敷地の西側に藩校、茂行館が建てられ東側は総連城として使われた。総連城跡は、 明治時代に売却されて、市街地となり痕跡はほとんど残されていない。福山の南側から西側にかけては、藩士の居住する侍屋敷が広がっていた。その藩には、城下の約3分の二を占めるが、江戸時代を通じて、構成に大きな変化はなかった。明治時代になると、侍屋敷は、 国有となり多くの屋敷が売却されて、農地などに転用されていった。わずかに残された屋敷も福山大空襲で、消失したり開発により消滅するなどし、現在その痕跡はほとんど残されていない。福山城の寺社地は、城下の出入り口と山並みの迫る北側に集中して、廃され、総構への防備を補う役割が与えられていた。 特に東側の笠岡街道沿いは寺町と呼ばれ、水野や菩提寺の県中寺を、はじめ多くの寺院が集中した。福山城の城下町は新規で、作られた町であるため、寺社のほとんどは城下町の整備とともに、各地から集められ、その分類は、下記の三系統に分けられる。 これら城下の寺社は戦前まで創建からの建築を残すものも少なくなかったが多くは福山大空襲で消失したり戦後の区画整理などで移転するなどして江戸時代の姿を止めるものはわずかとなっている福山城から南東に流れる運河入泉は瀬戸内海まで通じる運河で明治時代に 山陽鉄道が建設されるまで、物流の中心となっていた。外堀南東端から、瀬戸内海まで、城下町を分断するようにほぼ直線で敷かれ幅は、城下周辺で14から15軒あったが水深は、浅く干潮時には干上がっていた。城下島南端にはこの運河に接して、藩の船を止める、船入りがあり、城下から出た場所にも渓流場があった。 ちなみに、水の家の魚座船は、巨大すぎて入船には、入れず沖合の田ジリに係留されたと言われる。当初の入船は上下を出るとすぐ海に達する、短いものであったが、福山の干拓が進むとともに延伸されていき、明治時代までに約5キロメートルの全長になった。明治後期になると上流から徐々に埋め立てられ、2008年現在は、福山芸術文化ホールから、 先が残されている。入線には、木綿橋、天下橋と呼ばれる2本の木橋が掛けられ、現在その後にはそれぞれ石碑が建てられている。また、平成18年から入線があったことを示すため、跡地の道路を水色で塗装する事業が始まっている。吉川は、城下北西の足田川から分流し福山の北側から東側に回り込み入線に注ぐ川である。 追記時に切り開かれ本来は、足田川の本流になる計画であったが工事中の洪水により計画が変更され、支流にされたと言われる。貴川は、福山城の総構前の堀の役割を持ち、堀の水の水源でもあるなど、城の防衛に極めて重要な役割を持っていた。また、城下に構築された、浄水道の水源でもあった。 城下の北東部には、キツが架けられ、北部対岸との交通はこの橋によって行われていた。なお、追記当初のキツは、現在より西寄りにあったが、官営18年に、現在の位置に架け替えられている。このほか下流の三吉村にある、城下東側に通じる笠岡街道にも橋が、架けられていた。なお、 この付近の吉津川は近隣に薬師寺と呼ばれる寺があったことから薬師川とも呼ばれている。吉津川は水の時代中期までに上北部分がせき止められ上水道の沈殿地として利用されるようになった。これにより近代水道が完成する大正時代まで福山の重要なライフラインの機能を持つことになったが、蓮池から下流は 流量が減少し総構への防衛を補完する当初の役割は失われることになった。そのため、幕末に、長州軍が福山に侵攻した際には、貴川が攻略地点にされ、黒門付近からたやすく兵の侵入を許すことになった。明治時代になると、城下北部の川岸は、埋め立てが進み市街地化していき、現在の川幅は、大ね幅4。 5メートル程度となっている。福山城が回路の抑えを重視したこともあり、当時の主要幹線である近世山陽道は城下を通過していない。しかし、城下より下記の街道が通っていた。なお、街道名は福山城下での名称であり、他地域においては呼び名が異なる。ありがとうございます。